やるやないかい。あんたもな、すごすぎるくらいだぜ。何してんの、おじさん。ねえ、何してんの、やめて、二人とも。はるか、浜崎に顔向けできん。浜崎。くそ、体が持たん。おじさん、この人。そうだ、はるか。ん？玄関先に置いてあるバッグ、
その男の荷物らしい。え、そんなのあったの？さっき海辺で見つけたんだ。もしそいつが目覚めたら渡しておいてくれ。わかった。それじゃ。俺はずっとここで寝てたんか。うん、もう大丈夫なの、鈴木さん。ん？鈴木？ああ。キリュウハンは？ああ、おじさん？おじさんなら買い出しに行ったよ。なんか鈴木さんに栄養のあるもの食べさせなきゃって。そうか。あ、そうだ。よいしょ。はあ、重かった。はい、これ。鈴木さんのなんでしょ？おじさんが起きたら渡せって言ってた。なんか海辺でおじさんが見つけたんだって。鈴木さんのものだから渡せって。どうしたの鈴木さん、大丈夫？ん？ああ、大丈夫や。鈴木さん？お嬢ちゃん、いや、はるかちゃんが、ほんま、いろいろありがとうな。え？おじさんは今すぐ出かけなあかんねん。はるかちゃんともこれでお別れ。え、でも今3時過ぎだよ。おじさんには時間がないね。でもさ、鈴木さん怪我してるんだし、もっとゆっくりしていった方が。ほなな、はるかちゃん。鈴木さん。鈴木さんちゃうね。俺は佐江島や。佐江島大河。え、佐江島さん。そや、桐生さんにも言うといてくれ。俺は佐江島やったで。あ、うん。絶対にこの恩は忘れへん。またいつか必ず会おう。そう伝えといてくれ。わかった。ほらな。あ、おじさん。ただいま。おじさん、鈴木さん、あ、違う、佐島さん帰っちゃったよ。そうか。そうかって、いいの？まだ怪我治ってなかったみたいだけど。ま、大丈夫だろう。大丈夫って、まあ。あ、おじさん、そういえば買い出しは？ああ、やっぱりこの時間じゃ店開いてなかった。
から大人たちの考えてることは分かんないよ。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。
なんで、なんかさ、よく勘違いされんだよね、俺さ、いわゆるチンピラ風の見た目じゃない。だからいっつも舐められるわけ。でもさ、俺一応あの新井の兄貴の射程やってんだよ。弱かったら務まんねっつの。俺なんか簡単に生け捕れると思った？甘えんだよ。あんたら本家柴田組もさ、そんなんじゃいつまで経っても新井の兄貴は捕まえらんないぜ。おい、
じゃ。そうです。
ありがとうな。申し訳ありません。
ありがとうな。よく来たな。
よく来たな。よく来たな。
な。よく来たな。Thank you.
よし始めようか。いらっしゃいありがとうございました。
しゃいませ。ありがとうございました。悪かったの。いらっしゃいませ。
し、行くわよ。よっしゃ、始めるか。手加減なし。よし、行くわよ。
ことするのね。それ。じゃ、あかん。やった。大したもん。それ。あげか。ありがとうございます。
じゃ。またどうぞ。Yeah!
ああ、第3632回田室町地下闘技場トーナメント、ここで優勝者のエキシビションデスマッチを行います。いいぞ、やれやれ、待ってました。青コーナーより挑戦者冴島大河の入場です。5年前、たった一人で敵対する組織に立ち向かい、18人もの極道者をこの世から消し去った伝説のヒットマン、裏切りと復讐の脱獄囚、冴島大河。赤コーナーよりチャンピオンの入場です。この男が闘技場に姿を現してから約半年間、百戦無敗、幾多の戦争をくぐり抜けた不死身の男、地下闘技場現チャンピオン、イワン・イブラヒモビッチ。試合特別ルールで行います。この戦いにドローはありません。どちらかの死をもって勝敗を決める非常のデスマッチ。今
ボングです。誰や今俺に一人増えても問題ない言うたやつは、お前か、お前か、お前ら殺せ殺せ言うてるけどもやな、こん中でほんまに人殺したやつがおるんか。こら、ええか、教えといたるわ。人を殺すっちゅうはな、人を殺すっちゅうはな、
ごっつ怖いもんなんじゃ。25年前のあの日から俺は毎日必ず夢を見る。18人殺した日の夢や、殴ったやつの頬の感触、骨が砕ける瞬間の音、悲鳴、死んでいったやつの顔、全部が事細かに夢に出る。死んだ人間の家族に申し訳ないとか、そんなんは当然思う。せやけどな、せやけどな、そんなもんちゃうねえ。人を殺したらな、殺した人間は恐怖から逃げられへんねん。毎日毎日怖い思いせなあかんねん。それがどんなに苦しいことかお前らにわかるか。くだらん、こんな勝負は俺は降りる。
ああ。自立した意識はない。いくら話しかけても反応することはない。親父、俺です。帰ってきたんです。親父、さあ親父。ん、さあさあさあ、な、おやじ、なんでこらいなことに、なんで、なんでやー。